はい、こんにちは。キモかわいいものが大好きな相沢です。今日ご紹介するものはとてもキモかわいいものですね。私が愛してやまないガマをご紹介いたします。はい、ご紹介するのは、あ、キューちゃん、久しぶりにキューちゃん出てきましたね。こんにちは。あ、なんかキューちゃん怯えてますよ。なんかいるみたいですね、ここにね。はい、ひえー、震え上がっておりますよ、震え上がっております。ぎこれはパペットですね。ガマのこのこれだけ大きいガマだと本当にね、もうキモいキモいキモかわいいっていうのかな、これね。かわいいのかどうか、こいつももしかして、あ、こうこれも動くんだね。はい、こうして、はい、このガマですね。これ一目見てね、私はね、もうこのインパクトと存在感、まあもう惚れ込みましてね、即買いました。これね、可愛いって思いましたね。これまあ気持ち悪いだけで可愛くないっていう人も多いかもしれませんが、このガマっていうのはね、まあ、カエル、あのドイツのね、昔話で、まあ、グリムの昔話ね、グリム童話、これの第1話っていうのが、これはもうグリム兄弟がものすごく考えて考えて、どれを1話にしようか、考えた末にカエル王子なんですね。でこのカエル王子がね、またねすごいキモいというか、もう、なんだろうね、ゾッとするシーンがあるんですよ。でよくまあカエル王子ね、あの実はこれ王子なんです、 こいつね。でこいつがまあ、ちょっと王女様をね、見初めるわけです。で王女様の危機を救って約束をするわけですよ。で王女様のところへ行って、お嬢さんの お嬢さんと同じ皿でご飯を食べ、同じベッドに寝るっていう約束をするわけですね。なかなかこうえぐい約束ですよね、これね、考えてみると。でそれをまあ、お嬢さんはすごく、お姫様はとっても嫌がるんですけれども、王様がねすごい偉い王様でね、約束したことは守らないといけない。でよくまあカエル王子をね、お姫様がキスをすることで王子に戻るっていうね、あのなんかの誤解があると思うんだけれども、実は王女様はこれがあまりにも気持ち悪くて壁に叩きつけるんですよ。叩きつけられてバタンと落ちると、そこで王子様が現れるというね、なかなか意味深な物語を第1話にしてですね。で私はその何を言いたいかっていうと、これでね、なんか、カエル王子を誰か演じてくれないかなってね、長年思ってるんですね。長年思ってるなら自分でやれよって話なんだけどね。お嬢様と一緒に同じお皿を使って食べ、お嬢様と同じベッドで寝る、これをお嬢様約束しましたね。守らないとお父様に言いつけますよとかね、こういうシーンがあるんですね。なかなかグリムはもう好きでやまない、もちろん子供に読んであげたい本の一つですね。ということで本日はこのフォークマニス社って言うんですけどね、これ作ってるのね、のパペットガマをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。